どうも、プロテインです。おはようございます。こんにちは。こんばんは。なんか最近人肌、寂しいって言うんでしたっけ？なんだっけ？人肌恋しい季節になってきましたね。はい。僕もこの格好はいつまで耐えられるか、ちょっとすごい不安な日々を過ごしながら雑談動画撮ってます。それで話は変わるんですけど、まあ人肌恋しいってところで、ちょっとさ、まあ、僕の、まあ、女装してるじゃないですか。女装しててね、まあ、癖として、まあ、日常生活でやらかしてしまった、ちょっとお話をまたしようかなと思うんですけど、僕、化粧どこで習ったんですかって結構聞くんですけど、まあ、結構言ってるんですけど、まず Wikipedia でしょ。で、YouTube でしょ。YouTube の化粧動画。そして母親でしょ。で、あと最後は、まあ、街中歩いてて、まあ、人の女性の化粧とかね、すげえ見てアイラインとか、なんかすげえ濃いなとか、なんかつけまっすげえずれてんな、みたいな。あとは電車の中とかで化粧する人いるじゃん、よく。その姿をね、よく見てね、やってましたね。真似してました。勉強してました。その時にやらかしてしまった話なんですけど、まあその話なんですけど、ちょっとね、話が逸れて、やっぱりさ、人肌恋しいっていうところで、やっぱ彼女とかさ、まあ、女の人は彼氏が欲しかったりするじゃないですか。まあ、あれはかれこれ何年も、ちょっと、まあ僕4年ぐらい女装してるんですけど、あんま4年女装してるとは言いたくないんだけど、まあまあ3年、2年ぐらい前ですかね、まあ友達にね、まあ女の子をちょっと紹介してもらって、ちょっと遊びなよって言われて、ああ、よかったと思って。でね、まあ、LINE とか交換して、まあ、いざ遊ぶことになりました、初日。で、あ、はじめまして、つって。まあまあの子だな、みたいな。まあまあだな、みたいな感じ。あとはちょっと中身だな、みたいな感じで、じゃあちょっとどっか行こうか、みたいなってね。電車乗ったわけですよ。ガタンゴトン、ガタンゴトン。そしたら、さっき言った通り、その化粧してるさ、女性がさ、こうやってやっててさ、こうやって。よくいるじゃん、こうやって。アイラインこうやってやったりさ。やったりして。俺、その時にも、女装真っ只中の時でね、まあ、ニコ生とかですげえ配信めっちゃ頑張った時で、女装をすげえ極めたいと思った時だったんですよ。だからさ、もう女の子の話より、そっちの化粧がさ、気になっちゃって、立ちながら、女の子が横にいたんだけど、立ちながらさ、ガタンゴトン、ガタンゴトンって気になっちゃって、それでさ、うわ、アイライン塗ってんの、アイシャドウあんな感じなんだって、もう癖になっちゃってさ、で、その化粧してるさ、前に座った女の子がさ、口を、こうやって、開けながらこうやってやるの。で、それに俺伴っちゃってさ、あはっ。盛るな、盛るな。みたいな感じでさ、もう一緒に連携ね、連動しちゃってたのよ。で、それをさ、ガタンゴトン、ガタンゴトンってさ、女の子がさ、まあなんかごそごそ言ってたの。で、ガタンゴトンって。俺がそんな顔してるもんだから、え、何その顔って言われて、なんか変な顔してたね。すっごい気持ち悪いんだけど、みたいなこと言われてさ、いきなり初対面で、あ、なんかすげえきついこと言う子だな、みたいな。え、何それみたいな。癖みたいな感じで言われて、知らないのって言ってね。俺、その内心でさ、もうやべえと思って、やっちまったよと思ったんだけど、やべえと思って、なんかちょっと言い返さなきゃと思って。え、知らないのって言って。いや、これさ、小顔効果で、顔の体操でね、輪郭こうやって動かすとめっちゃいい効果あんだよ、つって。めっちゃ小顔効果あんだよ、つってさ。あ、そうなのってめっちゃなんか食いついてくれて、やっきり純粋だなと思って。あ、よかったと思って、誤解晴れたみたいな感じでね。で、またガタンゴトン、ガタンゴトンって言って、もう見ないようにしようと思ってね、そっぽ向いて。で、まあ、二人もちょっと沈黙になっちゃったから、変な空気になっちゃって。で、ガタンゴトン、ガタンゴトンって。で、トンネル入ったのよ。電車がね。ぐやで、鏡っていうか、窓見えるじゃん。暗くなるからさ、後ろが。ガタンゴトンって、みたいな。えって、隣でさ、初めて会った、初めて会ったというか、友達の紹介で出会った女の子がさ、思いっきり、気持ち悪いと思って。めっちゃ気持ち悪いと思って。何やってんのこの人と思ってさ、今やるかねみたいな感じで、すげえ変わった子だったんですよね。まあ、そんな話です。そんな話です。その、続きはですね、まあ、駅降りてですね、まあ、何する?って言われて、
え、ちょっと何しようかって言って、俺あんま計画性ないからさ、いや、決めてないって言ったらさ、ま、めっちゃブチ切れて、思いっきり、あ、ちょっと雨だったんですけど、あの、思いっきり傘をね、ドーンと疲れて、帰ってったっていう。